サッカーはシンプルだ,ープルだ前回からの続きです。うん、で、ドジャースは DH がなかったんで、あの、大谷が入ると、<ー>その、DH で出るってことができないんですよね。投げた、投げるときはまあ打てるけど、あ<ー>あー、そうか。あーははははで、エンゼルスは、 エンゼルスはあの日本ハムと同じように DH があったんで、うん、まあそっちに行かざるを得なかったんだけど、大谷がアメリカに来て、うん、まさか二刀流でこんなに活躍する選手が現れるとはみたいな感じになってきて、ま、でアメリカのメジャーのルールも、うん、多分その影響を結構受けて、うんえっと、ナショナルリーグ、うん、ドジャースの方も、も、ドジャースが所属するナショナルリーグの方も DH を採用するっている。<laughs> そういうことか。すげえ。今もう、アメリカは全部 DH だから、ど、どこほ行ってもーールール、ね、おー、すげえ。ルール変えちゃった。大谷ルール<う>大谷ルールって言われてるんでしょ、ね、そう、大谷ルール。へー。あ、そう、大谷ルール。それとは別に、まあ、大谷ルールって最初に言われてたのは、うんうん、昔はね、大谷が最初アメリカに行った時は、うん ピッチャーで投げるときに打ちたいじゃないですか。大谷はね。<laughs> 打ちたいっていうか。<laughs> 例えばエンゼルスだと、そう、DH、DH っていう制度があって、うん、えっと、投げる選手、うな、投げる選手がいて、でも投げる選手以外の人が打つことになってるんですよね、うんうん、だから。うん,うん。うんうん、DH 制の場合は。わ、うん、かりますだから、DH 制の場合は、えっ、ー、と、大谷が投げる場合は、うん。大谷打てないんですよ、本当は。 うんうん、投げるだけで打つだけの人が別にいたってことですよね。うんうん、はいはいはい。そう、だから、DH 制である以上、ピッチャーは打たないから、うん、ピッチャーでやるときは打てないから、いや、それ嫌だから、じゃあ、ピッチャーが打ちたい場合は DH 制を捨てるっていう選択があったんです、昔。はい、はははだから、大谷が投げる日は、<ー>この日は、この試合は DH 制は使いませんっていうふうにすると、<ー>大谷は投げて、ピッチャーとして打つ。 だけど、大谷がじゃあ途中でこう、うん、あの、ピッチャー交代しちゃったら、大谷以外の選手がピッチャーやっな,な,なって、その選手が打たなきゃいけなくなっ,たって、してたんですよ。うん、で、それも、途中でも大谷ルールって言って、あの、アメリカのメジャーリーグ全部のルールとして、あの、もうピッチャーも、あの、ピッチャー、えっと、ピッチャーも DH として出れるみたいな。うん 感じで。で、だから大谷が先発で大谷が打つんだけど、大谷が、ピッチャーがちょっとうまくいかなくて、ピッチャー交代ってなっても、大谷、うん、は DH として残り続けられるから、ピッチャーとしては退くんだけど、うん、DH としても打ち続けるっていうことができるようになって、え、うん、ー、これはやばい。ルール変更。やばいですね、これー。すげえ。これはやばい。どんどん大い。大谷を守るためにルールが変わっている感じですよね。 それはね、大、えー、谷を守るためのルールみたいな感じで。で,ね、でも、そっちの方が、お客さんも楽しいですよね。うん、うん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 ういや、なんかいいな、そうやって、なんか、アメリカってそういうのルール柔軟に、うん、サッカー、いや、アメリカのサッカーもそうですけど、柔軟にコロコロ変えてるんで、うらやましいなと。へ、うんえー、あ,あ、そうなんだ。うん。いや、すごいな。これはすごいですね。うん。 <laughs> <laughs> なんか <laughs> 伝,伝わりだした気がしますよ <laughs> うすうすかみついてはいたんですけど、<laughs> うんね、大谷翔平って日本人じゃないですか。うん、で、われわれ日本人あ、僕はイタリア人なんですけど、われわれ日本人じゃないですか。<laughs> そうなんだ。で、日本人がアメリカであんだけ活躍してるから、こんだけ騒いでるわけじゃなくて、世界的に、ていうか、アメリカの方でも、ちゃんと翔平、うんうん、大谷、パチパチっていう感じなんですね。 そう。そういうことですね。じゃアメリカの、あの、しがないポッドキャスター5人が、英語で大谷翔平の凄さをこうやって喋ってる可能性もあるです可能性ある。あるね。可能性もあるね。あるある。あるね。本当や。なんか、ツイッターのスペース、X かのスペースでも、あの、 外国の人たちが英語で大谷のことをベラベラ喋り合ってるやつとかありまして、ねうん、聞こうと思って何言ってるか全然わかんないくて、見けましたけど。<laughs> そっか。なんか、そうか、そうか。すげな,うなんか、アメリカってメジャーリーグ、野球はそんなになん人気のスポーツではないんですよね、<ん>今ね。 人気のスポーツではあるけど、うん、あ,あの、やっぱりバスケットとか、<ー>アメリカンフットボールとか、<ー>なんかそういう方の方が人気が高いらしいんですよ。うん、で、メジャーリーグは本当に最近ちょっと人気が下がってきちゃってるんだけど、その、大谷の活躍っていうのも、その NBA のスター選手だったり、うん、アメフトの選手とかも、大谷すげえっていう、うん、で、大谷の試合を見,、うん、見たくて、見られたりとか、 あ,あとなんか名前忘れましたけど、えー、すごい有名なあのラッパーが大谷のユニフォームを着てたとか言って、写真が出回ってましたよね。えー、背番号57って書いて。へえサッカー選手でも、グリーズマンっていうフランス代表のすごい選手がいるんですけど、うん、大谷翔平のユニフォームとか、うん、なんかカードゲームで大谷翔平当たって、うんえー、イエーイ、大谷って喜んでる動画とか。 へえそうそうそういうのありますよねその海外セレブが大谷のユニフォームとかグッズあ<ー>写真もらったとか言ってキャピキャピ喜んでいるやつありますよね好きになってきました好きになってないん <laughs> 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 さんはどういうところがあってえ、かっこいい <laughs>、えー。どういうところがあって。えっとね、大谷のどこが好き顔顔どういうところが <laughs> 顔も、だから、顔も好き。かわいいっていうかかっこいいし顔も。そういうね、じゃあね、あの、アイドル的な大谷の見方を、 すると、あれです。推し活としての大谷だと、大谷が一番アイドル的な激ヤバきっていうのはやっぱね、日ハム時代なんですよね。今じゃないんですよ。へー。あ、そうなんですね。日ハム時代のね、大谷さんはヤバいですね。ヤバ美しさが、あの、K-POP アイドルみたいな、なんかとんでもない、とんでもない。 アイドル級の魅力がやばいですよね、うん、ねつかの間さん。ほら、うん、<laughs> うん、<laughs> ね、うん。今、最近の大谷はがかかくくですかすぎて、それもそれでかっこよくて、だから今は、もうすっかりアメリカコミックのヒーロー。 じゃないですか。画体が完璧に。あれ、全身タイツ着て、ま、あの、マントをひょーってやってほしいんですけど。ね。そういうかっこよさに今は変わってて、ねチハムの時はもう完全なアイドルの美しさっていうか魅力が。ああ、笑顔も可愛いしね。今も可愛いですけど。そうですね。そんな感じです。 大谷さんって兄弟いるんですかうん、三人兄弟の末っ子です。あへぇー。お兄さんがいるのは何ですかお兄さん野球されてます社会人野球あああ、末っ子、やっぱ末っ子か。うん。そうか。末っ子感ありますよね。確かにね。ねえ。 上のお兄さんも野球ちっちゃい時からしてたけど、やっぱり一人目だからお父さんもいろいろと余裕がなくって、うん、あの、うん、野球をこう、なんだろう、がっつり教えるみたいなことが、そんなにできなかった。で、三、うん、人目となるといろいろと余裕が生まれて、大谷さんの時には、なんかすごいがっつりと、あの、自分も監督になって、 っっていう感じで、<ー>やっぱ上のお兄ちゃんよりは大谷さんの時の方がお父さんはすごくあの指導者としてっていう側面があったってちょっと<ー>さっき見た YouTube で言ってました。<laughs> <laughs> <laughs> さっき見た <laughs> えー、なるほどね。私が気になったのは、背番号17番ってずっと17なんですか、はい、ドジャースも。 なんでしたエンジェルスもい<や>違ういやあの,、うん、あの日本ハムに入った時は、入った時からずっと11番をつけてまして、日本ハムの11番って結構、あのダルビッシュとかも11番つけて、エースナンバーみたいな感じがあるんですけど、うん、それをつけてたんだけど、で、その時に、 えー、日本にいるときに、えー、呼ばれた侍ジャパンっていうか日本代表。うんうん、日本代表では16番を付けたんですね。うん、それは多分侍ジャパンの中では、えっ、ー、と、ダルビッシュが背番号11番を付けてたから、うん、多分11番は付けられないから、大谷は16を多分付けてたんだ思うんですけど。うん、だから、あ、で、ロサンゼルス、エンゼルスに行ったときに、まあ、11番なかった、なかったっていうか11番永久欠番だったのかな、うん、エンゼルスの。うんうん 永久決断って分かりますよねで、えっ、ー、と、で、17番をつけたのが、まあ、そ17番の始まりで、はい、で、ドジャースに移籍するときも、やっぱりそのまま17番っていう感じにはなったけど、えーうん、去年のあの、WBC のときは、ま、日本代表としては、ま、ずっと16番をつけてたりするんで、うん、日本代表では16番あの、メジャーリーグでは17番みたいな。うん、そんなんなんか、ご自身のこだわりとかあるんですかね なんか、ドドジャースの時は、ドジャースで17番の人もともといたんですよね。うん、ドジャース。ええー。譲ってくれたんですよね、ね17番を。ああ<ー>、そうですね。すげえ。後輩に譲るんだ。なんか奥さんが、奥さんが、翔平が来るんだから譲んなさいよってギャンギャン言ったらしくて。<laughs> で、なんかそのお礼の奥さんにポルシェを。 送ったとか言って、なんか話題になってましたよね。えポルシェ。すーげでもポルシェ写真を送ったわけじゃないですよね。これがポルシェだよって。ポルシェに載ってるんですか大谷も。ポルシェはスポンサーですよね大谷の。あ、そうなんですかそうそう。確かそうですよ。いっぱいスポンサーいますけど、ニューバランスとかもそうだし。なんかいろいろやってるじゃないですか。 ボスとか洋服屋さんとかポルシェもだったと思う確かえええ違うかなうち嘘言ってたら嫌だななんかそうそうだそんな人いるんですかなんか時計の CM あ成功ねはいはいそうですね成功化粧品会社だと、化粧品も出てるんですかコスメデコルテ売り上げが倍増したらしいですよ 男性が、うん。出るんですね。うん、ねあと、あの、背番号17番が最初につけたとき、あの、エンゼルスで、つけた時のな、うん、なんで17番を選んだかっていうところの話があるんですけど、最初の記者会見のときに大谷が言ってたんですけど、まあ、さっき言ったように11番をつけられなかったんで、で、えっと、27番をつけたいって思ったんだけど、うん 27番は空いてなかったんで17番にしましたって大谷が言ったんですよね。うんうん、で、その27番がいいって言った理由は、ジョークだったんですけど、うん、27番って、あの、マイク・トラウトという選手がいて、エンゼルスで、<ー>エンゼルス,のスー,パースタの選手がいたから、その27番が欲しかったんだけど、まあ、空いてなかったから17番にしたって言って、入ったんですよ。ははははすごい、そういうジョー、そのマイク・トラウトって。 すげえなぁ。大輝くん、マイクトラウトって知って,、ね、知ってますよ。あれですよ。アメリカ人ですよね。<laughs> アメリカ代表のキャップ。<laughs> アメリカ人ですよね。<laughs> あ、そっか。<laughs> だいたいアメリカ人なのか野球選手って。<laughs> アメリカ人。まあ、ね、意外とアメリカ人じゃない<あ>多人ない,多いけど。そう、かそうか。うかうマイクトラウトってその、当時アメリカで結構なんだろうな、ナンバーワン ぐらいな感じの選手で言われてた選手がいて、うん、うん、で、そこに行ったんだけど、だから今でもそのマイク・トラウトってそのやっぱアメリカのもう親分っていうかリーダー派だ、うん、リーダーみたいな感じで、うん、去年のその WBC のアメリカ代表でもキャプテンを務めて、うん、その大谷とチームメイトだったマイク・トラウトと大谷が、その WBC の決勝の最後、あ,あの、日本が勝ったシーンは、 ピッチャー大谷、バッタートラウトっていうシーンで。あ,あ言ってましたね。うん、言ってました、言 <laughs> ってまこれはね、この、この組み合わせは多分僕が生まれてからのこのスポーツの歴史の中で、こんな奇跡はないだろうっていう、あの、シーンですよいやも、もうマジ漫画でしたよね。あの、二人がお互いの国の国旗を持って入場するところから決勝、うん、決勝戦が、 始まってるんですよそ,それで最後がその対戦で終わるって嘘みたいじゃないですかですね国旗をね持って一点差一、うん、点差で日本が勝ってるっていうところで、えー、ホームラン打たれたら同点だし、うん、っていうところでもうだからその同じチームメイトの大谷と、うん、もう一騎打ちで最後勝負して,てたまらんいやなんかホン詳しい ちょっと情報ある状態で見たらもっと面白かったんだろうな。も、うん、も見ままししたたけどななんか熱くなりましたもんかくり情報あんまりない中で、うん、全然ない中で今日、ね、の人とか,であのか、ね、僕弟とお父さんやずっと野球やってて野球好きなんであ一緒に見てて準決勝ぐらいから一緒に見ててめちゃくちゃ盛り上がってるなって思いながら楽しく見てましたね。 一切見てなかったんですけど、うん、結局大谷が抑えたってことですよね。<laughs> 一切、一切見てなかったのか。そう一切。<laughs> す,すが坂、<laughs> 大阪プルのパーソナリティですね<谷> <laughs>。どんな終わりだったんですか三振三振ですね。だってマイク・トラウトってさっき、あの、大谷さんが2回取った MVP。 何回撮ったんでしたっけ ?3 回ねすごい人ですよね。すごい,い、打っても、走っても、守っても、じゃ時代が移り変わった瞬間ですね。もうね、結構それがね、かあるかもしれない、ね、ないやあれが。WBC のちょっとドキュメンタリーを見てほしいななんか映画ありますよね。あります。今、今、アマプラ。 アマプラで見れますよ。うん。その、アメリカ戦に至るまでのその日本の勝ち方もすごく、うん、結構ドラマチックな勝ち方してきまし、うん、それを結構、うん、試合の裏側を出すと、大谷が結構チームをこう攻撃して、こうん、うまあ引っ張ってる姿があって。あ、うん、<ー>あ。なるほど。 なんか、年末に WBC の6時間スペシャルみたいなのやってて、うん、それちょっと実家でお正月の準備をしながらチラ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 ずっと見てたんですけど。うん、あ、僕も見た、うん、<laughs> なんか、ああやって WBC を振り返っていくと、その、前回、あの、イチローがいて、ダルビッシュがいて優勝した時とか、 めちゃくちゃ面白くって超感動したのを覚えてたんですけどうん、うん、改めて振り返るとやっぱピリピリ感がすごいんですよ緊張感と何んん、うん、ていうかもう何て言うのかなこう削られるというか気持ちがね相当こうなん,なんかピリピリしてますよねピリピリというかヒリヒリというかそうですよね <laughs> 流行語大賞のあれですよね、うん 何何でしたっけあらそれ、阪神タイガーの優勝阪神の何ですかあれそうですね。岡田監督のあれです。え、どれどれどれ私、WBC のことと思ってて。あれは阪神タイガーですあれ、て言ったんですか岡田監督が、あれ、あれです、あれ。あれって言ったのえ、あれのことです。あれですよ、あれ。あ、ARE ね。あ、そうそうです。まあ、ARE。な、んそれ あれです。予約予約がって。優勝っていう言葉を使う、使うと優勝が逃げていっちゃうから。あれあれを、あれを目指そうって。あれ、まであと何勝みたいな。一回も見たことないやああ、そうなのか。関西ではね、もう、それ、その話しかしてないんですああ、そっか。そうですよね。一回も見てなかった。その、とかダルビッシュの時の、 WBC は結構ピリピリだったけど、うんうん、今回はピリピリではなかったんですかやっぱね、あの、大谷さんの作り出す、うん、こう、野球を楽しもうみたいな、うん、なんかいいさあさあ、あの、いや、なんかまあでもその、それまでのこう背景とかいろいろあると思うんですけど、うんうん、けど、選手の性格だけじゃなくて、うん、まあ、うん、あると思うけど、そういう前の試合があって、その流れの今回の、 2023年の WBC っていう今までの流れあってだと思うけど、でもやっぱり、そのチームの中の大谷さんがいるっていうのが、すごいその空気を明るくしてるように見えましたよね。大谷選手意事ですよね。うん,うん。なんか準、準決勝のメキシコ戦の時に、ちょっともうやばい、負けそうだったんですよ。勝てないんじゃないこれみたいなのが中盤ぐらいまで結構続いてて、ああ、うんうんうん、ってすごい動揺りしてたんですけど、 うん、大谷さんはなんかそういう時になんかやる気出てきたぞオラワクワクすっぞみたいな感じで「うん、ねよし行くぞ行くぞ」とか言ってみんなのこうお尻叩くみたいな感じでなんかピリつくっていうよりはワクワクすっぞの方向だったんですよね。これもね、うん、ドキュメンタリー見てほしいけどさよなら勝ちだったんですよ,あ村上様ですよね負けてたんですよ、うん そうそうそう。で、村上様が、サウナラツーベースっていうか打ったときに、うん、まあその、あの、唇を切ったのが大谷が、ツーベースはいはいはい。ル、は、イ、い、はいはい、喜んでた、見た見た。はいはい。そう、それでベンチの方にこぶして、<laughs> うん、ああ、もっといけるみたいな感じで、もうおたけび上げるような感じで。来、うん、い来い、お前らも来い、つってね。ああ、なるほど。<laughs> 本当に。 大谷にすごいのは、<ー>その、打つときはもう結構なんだかさ、本当に侍みたいな感じで、寡黙な感じで集中してこう、うね、やるじゃないですか。で、かと思いきや、その、みんなの中ではこう、あのね、さっき言ったクソガキみたいな感じだったりとか、あのふ、ふざけてみたりとかするけど、すごいもう熱くなってる時ってめちゃめちゃ、こう、鼓舞するようなリーダーシップもあったりとかして、んなんかね、本当に面白いぐらい火のつけどころのない、 人格もそうだし、うん、なんかすすごいんですよ、うん、もう叶わないけどいやそうすげえやつだ最初に大谷が塁に出て逆転のきっかけ作った時も、うん、あのドキュメンタリーで確か言ってたと思うんですけど映画でその監督にあの「俺が今からヒットを打つんで続いてきてください」っていう なんかその逆転するためにはムあのホームランを打ってしまうとダメみたいな、うん、その追加点入れないとみたいな感じだから大谷はまず俺がヒット打つんで続いてきてくださいっていでヒット打つからって言って打てる世界じゃないじゃないですか <laughs> <ー>そんなもん。そうでそのヒットを打つためにいつもよりもなんかバットをこう短く持ったそう,そう,そう,そうで。 その、その通りにやってったっていう。うわぁ、えぐいなぁ。<の>えー、えぐい。何ですかこれ、好きになりましたか坂井さん。たぶん、映画見ると、好き度は上がりそうですね。<ー>今、話聞いただけなんで、<ー>なんかその、ピリピリしたムードとかをこう、見て、それがこう、癒されていくのとかを見ちゃうと、好きになりそうですね。 うん、もうね、私、映画館にわざわざ見に行ったんですけど、へへ映画館すごかったですよ、みんな、もうなんか、黙って見てるけど、みんながすごい息を呑んで、大、うん、谷さん、大谷さんって言ってるのがるえ、それは今、映画でしか見れないですか <laughs> さっきの Amazon で言ってたっていうのも見れますまた別 あ、そ、それ、同じです、同じです。まず映画館で見て、あの、アマプラに見れるようになった。2回見てます。なんか気になってて、野球あんまり興味がなかったから、試合全然見てないんですけど、ナレーションが久保田仁さんだよっていうのを、ナレーター仲間の方に教えてもらって、なんか、れてます <お>そっち方面から。そっちから。<laughs> <laughs> <ー>じゃあもうこ,こ,こっち方面からもぜひ。<laughs> じゃあちょっとリンクに貼っておくので皆さん感動しましょう。えー、<laughs> これね、あと、あ,あとじゃないの、ね、もうちょっと時間もあれですけど、はい、その最後のその だから大谷とトラウトっていうのは、まあ、大谷が最後の抑えとして出てきたんですよね。うん要は大谷って最初あの先発ピッチャーなんですよ、はい、普通は。一番最初に投げて、あと<ー>はピッチャー交代してっていう感じ。でも、そうもう、それがあの決勝戦で大谷が最後9回を抑えるっていうのは、栗山監督も最初からそれをイメージしてて、えー、そのドキュメンタリー見たらなんかそういう構想もなんかやっぱり言ってて、 いなその通りになって、しかも最後をトラウトっていう感じもあって。で、それって、それに近しいものが、日本に行った時も、あの、日本ハムが優勝した時に、あの、パリーグで、パリーグの優勝だったと思うんですけど、福岡ドームだったと思うんですけど、うん、あの、パリーグの優勝を決める試合に、あの、最後、大谷が9回にマウンドに上がったんですよ。この優勝を決めるために。 で、その時に大谷は165キロをマークしたんです、えー、最,速最速の。そう。だから先発で投げるとって割と、だから全力、全速力で、うん、全力で投げははははつ、投げちゃうと疲れちゃうから、9回の抑えの1イニングだけだったらもうリミッター解放して、バンバンいけるんですよ。<ー>だからそういうすごい投球ができて、<ー>トラウトとの戦いも結構それに近しい。なるほど。 あの時も164キロぐらいは最後出てたと思うんですけどななるほどなそれでもう熱い大谷の抑えっていうのはそういう、ねえー、本当にすごいところでしかで見れない投球っていう視点でもちょっと見てもらえるとこれはいいかなとあいな,なんか思い出してキュンとしてきましたへ <laughs> <laughs> えー、そうか橋野さんどうですか いや、すごいね、すごい、こう、うんあ、熱くなりますね、この、聞いてるだけで。うんうん、なんか、大谷ね、あの、本当に、火の打ちろがないって先を知ってたけど、本当にそう思ってたけど、なんか、それ見えてない部分も、もっとまだまだ、知らない部分が、ちょっとずつ見えてきて、いや、ますます、火の打ちろがなくなって、ちょっと困ってますが、<laughs> どう、どうしますか <laughs> なんかね、動画で、あの、すごいそういう聖人君子みたいな感じのキャラクターに見られるけど、うん、あの、なんか最近悪い、うん、最近やった悪いこと、うん、ありますかみたいな質問されたときに、うんうん、へぇって考えて、うん、甘いもの食べちゃったって言ってた。<laughs> <laughs> いや、マジで。わかってるな。い,いや、分かってな。<laughs> いや、それすごいね。いや、質問もいい質問。うん そうですね。そうですね。うん。やばい。すげえな。すごい。本当は甘いもの好きらしいですよ。だって。ああ、なるほどね。ね。なんか昔、あの大谷が日本ハムにいた時。ナインティナインの番組かなんかで、なんか大谷が甘い。 あのコンビニのスイーツみたいなのが好きだっていう、うん、チョコクレープです。そ <laughs> れを買って、それでオー喜んでました。えー、そうそうそう。いいこれが美味しいって言ってました。そう,えー、そうですよ。一千億の人がコンビニのクレープが一番好きとか言っちゃうの。かわい,いな。こ <laughs>、うん<ー>な感じですね、大谷さん、えー ねえ。え、なんか、そ、それ、そんだけすごいと、なんか、うん、野球漫画の作者とか困りませんどう、<laughs> どうやってストーリー作ればいいかよいよ、ね、追いつけないんですよね。そう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 。<laughs> うんうん、そう、ね、そうそう。それこそ漫画を超えてってそうですね、<laughs> 本当ですね。うん,うん、言われてました。そうそうそう。<laughs> 最後にじゃあ最後につかのさんそわ、はい、さんそれぞれでえっと、はい、今後大谷がどんな風な人生を歩んでいくと想像されるかめちゃくちゃいい質問じゃんおおすごいなセラビさん <laughs> <laughs> どういう人生を歩んでほしいとかではなくて、まあ、こういう、まあ、欲しいっていうのも若干入るかとは思いますが<ー>え今独身で いらっしゃ独身ですじゃあそこら辺も含めて大谷さんあれですよねなんか人生の計画表みたいなのがもう小学生の頃だったかな書いててそれの通りに来てるんですよドラフトで1位指名を取るとかメジャーリーグに挑戦するとか MVP を取るとか WBC で MVP 選手に選ばれるとか優勝するとか何かそういうのをどんどん叶えてきててで結婚は確か20代でするってそこには書いてたんだったかなえ違ったっけでも何かそれはする予定だったけどでも何かえそれは今は変わってるっぽくって何か。 えっと今は野球に専念したいから結婚とかはそのちょっと野球がもう落ち着いてからでいいみたいなことを確か言ってたっぽいんですよ。まあだから私の予想ではどうだろうまあ今ぐらいその選手としての二刀流のピーク が続く間は結婚はしないのかなと思ってて。でも、裏、裏方に回るとか、なんかちょっとそうなってきてから結婚するのかな。うん、そして、ね、裏に回ったら一切表に出てこない、野茂野茂選手みたいな感じになるのかなって。 思います。ななんとなく。イチローとか、うん、イチローはどうかなわかんないけどまあ出てますよね出てるか <laughs> やっぱりこう,うーんでもどうだろうわ、まあ、かんないけどそんなの表に出たい性格の人じゃないと思うんですよもともと目立ちたいから目立ってるっていうよりは自分でしたいことをただやってるだけっていう気がするから。 あの、うん、そうですね。晩年は静かに暮らすんだろうな、と思って。<晩年> <laughs> <laughs> そうであってほしいと思います。幸せに長生きしてほしい。<laughs> それを願うばかりです。<laughs> <laughs> 日本帰ってくるんですかね。<laughs> 帰ってきてほしいな。なんか日本、日本の方が合ってるような気がするんですけど。うんうんうん 正確的に土地とかわかんないですけどね、うん、なんかどうかなあのプレイヤーとして日本に帰ってくるかっていうとちょっとわかんないけどでも野球引退したら多分日本ねえねえねえだろうなとは思うなんとなくまあでもすごい人、うん、なんだろう人物としてすごいあまりにもすごい人になっちゃったから日本での暮らしがどうなんだろうっていうのもじ<ー>現実的に、うん、なんかちょっとわかんないですけど、うん、その辺は。 とにかく平和に静かに幸せに暮らしてほしい。<laughs> なんか、僕が思うよりは、あ、いいですか、僕の話して。はい、あの、たぶん、えっ、ー、と、大谷はその、自分はこうありたいっていうか、こういうところを目指すっていうビジョンがすごくくっきりあると思うんですよね。えーうん、だからその、それはもう完全に野球の世界で、こういう、うんと、もう、 さっき言ったように、投げて打ってっていうところでも、ナンバーワンというかもうトップのところに行くとか、もう、それが、達成できない、みたいな状態になってくるじゃないですか、うん、ま、年取ってきたりとかすると。うんうん、そうなってきたときに、大谷が次の目標とか次の生き方をどう定められるんだろうかって多分今まではその、 自分の中で見えてたビジョンっていうのがあるから、そのためには、うん、その、マンダラチャートみたいなやつで、うん、そのゴミを拾うとか、なんかいろいろ、うん、こういう生活を心がけるとか、うん、よく、あの、いろいろ意識してきたことがあると思うけど、うん、それがもう、そのビジョンが変わっちゃったときに、うん、これは無理だって思ったときに、どういう方向に行くのかっていうのは、ちょっと僕は、なんかイメージができない。 じゃあ、あの、中田秀俊みたいに、なんか旅して回って何かみたいな感じのタイプでもないなとは、なんかいろいろ学び続けるみたいな感じでもないなとも思うし、ねえ、愛犬、愛犬散歩して、まあ、して過ごすかもしれないなと。なんかでもその辺お父さんの影響とかありそうじゃないですか。なんか私はお父さんとか、なんか飲もうみたいに、 こう、なんかすごいこうやっぱり野球界の発展のために、うん、あのそんなにこうなんだろう地道ななな活動すするる。じゃいいかなっていう気がするうそういうやっぱお,、ね、お,お父さんが身近な存在としているし指導者とかなんかわかんないですけど、うん、野球界のことには携わりそうだな。 なんか、あれ、それはそう変な実業家とかにはならないとグローブとか配ってましたよね。ああね。そうですね。そういうのの本腰入れたらもっとなんか野球界に、投資のいい活動をしてくれそうな感じますね。やっぱなんか野球の楽しさを広めたいとは思ってるらしいので、そういう活動になっていくんじゃないかな。そうですね。あ、そうか、なるほどね。 そこでその父親っていうその指導者みたいなビジョンが自分の中にあるからまあそういう方向かなっていうのが見えてくるとそれがいついつまでこう現役でやれるかなっていうところがすごく楽しみでもあり心配でもあるみたいなただでもピッチャーとしてずっと投げ続けるのはなんか厳しいような気もするからやっぱりベイブ・ルースも,一緒でもう今も2回ひじ手術してるんで。 もう次やっちゃったらもうおしまいでしょうみたいな話本人も言ってるから、うんうん、あの結構、まああとはバッターで結構専念してベーブ・ルースみたいに打ってそれはそうですね結構近い将来近い未来の話かもしれないですねなるほどね。うん 楽しみですね予想不可能ですけどこれを機に私も見てみたいなと思ったのでうん、うん、の教えてください、はい、よかったよかったはい、はい、えっと何でしたっけ、はい、ワールドカップみたいなやつ <laughs> <laughs> WBC あそれはな4年に1回ですか,3年かなんそうでしたっけ ?4 年 3年に1回じゃなかった,か忘<れ>た <laughs> 数年に1回、またある3 <laughs>、4年に1回ですよね。んねうん、うちょっと複雑なんですけど、WBC みたいな、国際大会みたいなやつは、うん、もっとこまめにやってたりとかもするんだけど、うん、WBC っていうのは、そのメジャーリーグが主催していて、うん、メジャーリーグの選手も出れるっていうような国際大会なんですよね。うんうん で、WBC じゃない時の、その、なんかワールドカップ的な大会もあって、オリンピックみたいな。なんかそれは、メジャーリーグの選手は基本的に出れなかったりするから、若干、ちょっと、楽しみが減るみたいなのはあるんだけど、えーえー、WBC は3年に1回だったって言いますね。そうでしたかね。うん。まあ。今回だけは3年間隔。次、次も、このメンバーでしような。 うん大谷さん次もまたとかいうことをドキュメンタリーの中で言ってたような気がする、まあ、ダルビッシュも2回優勝してますからねそろそろ時間近づいてきましたけど、はい、何か言い残したことないですか まあまあ結構いろんなところで言ってるんですけど、僕は本当に大谷は、あの、ワンピースのルフィみたいな、そう,うこと、漫画の中のキャラクターがそのまま具現化したみたいな感じな人だと思ってて、もう、僕は本当に大谷がすごい好きなところは、そういう、ルフィやめとけみたいな、まあルフィに限らないんですけど、結構、その、少年漫画の主人公みたいなのが、いや、絶対俺はこれやるんだみたいな感じで、夢を叶えていくみたいな、みんなの希望を背負った主人公が、 なんかそれは無理だと思われたことをこう実現させていくみたいなところがあるじゃないですか大谷の心の中にはそういうものがすごくあってだから二,二刀流っていうのも無理だ無理だってみんなに言われるけどいやいやそんなことはないって言ってそれを証明し続けてるっていうようなところが本当に少年漫画の主人公ジャンプの主人公だなみたいな感じがしてそれが一番好きなとこかなと。 僕は思ってます。うんそうだね。んん胸熱くなりますよね、話聞いてるだけで。伝わってきました。うん。うんそうさ、何感じますか、はい、えっと、私はそのおたねの見た目とかも全部好き。そういうのも含めてキュンキュンしながら好きなんですけど、うん、なんかやっぱ、 えっと、その大谷のシンプルなところがすごいすいいな、すごいなと思っていて、あの、その、さっきも言いましたけど、WBC の期間って限られていて、で、まあ、同じメンバー、何十人もね、いろんなスタッフとかも含めて、その人たちが集まっている期間って、もうそれだけで終わったら解散なわけですよね。すごく貴重な期間。 を過ごしていていその中であの空いた時間にみんなで食事に行こうっていうところで大谷は僕寝るからって言って行かないっていうすごいことだと思うんですよ、うん、その意思決定が。でもそれはその自分の中の優先順位とか自分が今何をしなければいけない自分が今本当にしたいことみたいなのが迷いなく選んでいける人 なんか今まであの知ってるなんかあのすごいプロ野球選手とかまあスポーツ選手とかって自分とはすごいもうなんだろう,もう同じ人間だけど作りがまるで違う,こう宇宙人みたいなあの人は特別な人だからすごいんだ普通の人はできないんだよみたいな。その人たちがやってる努力も 全然自分とは関係ないすごい世界の人たちっていうふうに見えてたんだけど大谷が日々やってるそういう本当に自分の大事にすることをただ大事にしていくっていうことの強さとか、うん、シンプルな選択をするだけで人生が変わるんだなみたいなでもそれってその誰にでもあることじゃないですか。 本当はこの家に帰って明日の準備をしたいんだけど飲み会断れないから何か言っちゃうとかそういうことってみんな日々いろいろあるあるそのねなんか本当に自分にとって大事なことを本当にみんな毎秒毎秒選んでますかっていうそういうなんかみんなにこうやろうと思えばできることだけど何かみんなできてないみたいなそういう,うすごい身近な。 ことから、お谷は、そう、あの、すべてをちゃんと選択していくことができる人なんだなって、なんかそこから違うんだなっていう。そこが、あの、身近に感じられるからこそ、凄さを感じる。っていう、思、いました。 急に小学生みたいななそん感じ自分の体を休めるために寝るってなんか真似できそうって思ったけどそんな寝るからって断るってそんな大切なことすら断るっていう決定ってできるのすごいですよね。ほんとちょっとしたことでも夜更かししてる自分が。 情けないです。<laughs> <laughs> そうなんですよ。なんか自分と関係ない話じゃないんだなっていう。うう意外と。響きました。なるほどね。少年少女たちに夢を与えてますよね。いや、もう大人にもね。も与えてるし。う,うん。う,ん,、ね、うん。なんか、 私もてさえバッティングセンター行きたくなります。私も。めっちゃ打てる気がしてくる。<laughs> <laughs> なんかワクワクさせられるす、ね。